はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスタージェイドやっていきたいと思います。で、魔法をちょっとだけ鍛えて、バーサクを鍛えたのかな。で、あとね、レイズ、これも戦闘中に使えば別に死んでなくても熟練度が上がることが分かったんでちょっとだけ上げました。まあ、熟練度上がるなっていうのを確認したくらいです。もうアルテマとかも8になると全然上がっていかないんで、もうめんどくさくなって終わりにしました。あともう一つ上げたいのがね、回避率なんですけど、回避率はもう上げ方が分かんなくて諦めました。回避率めちゃくちゃ重要なのにさ、全然上がってないよね。この先が不安でたまらん。で、あともうアルテマとか弱すぎる、やっぱり。あ、でもこういう硬い敵とかになってくるとダメだよな。655当たるもんな、全然。かといって16まで上げてらんないしね。で、まあジェイドに関してはもうそのままサクサク進んでいっちゃっていいかな。特に欲しいアイテムとかもそんなにないんだけど、見るとルーンワックスが置いてあるな。それは回収しておくか。地下2階で、地下2階は、まあ、猫の爪があるけど、猫の爪は探検なんで、探検は別に誰も使ってないからね。余一の日がやっぱり強え。700も食らおう。でレオンハルトがやっぱりね、体力が低めなんで、体力というかヒットポイント。モールボールが多いな。エクスカリバー強え、マジで。300ゲッ。さすがモールボールグレート、全ての状態異常を引き起こしてきたか。これはレスナーで一発で殴ったの。あれちょっともう終わってるし。で、この宝箱も、まあ、いらない。南極の風らしいです。欲しい人は取ってください。バーサクをかけて3人で攻撃するっていうのもありかな。そうすればバーサクのレベルを上げながら進んでいけるからね。アビスボーム、名前はかっこいいんだな。バーサクにして全体がけ、これで進んでいこう。あとオートバトルで力で押す、やっぱりこれが一番正義。モールボルグレート K、 モンスターの先制攻撃、これやばくない。モンスターの先制攻撃が一番やばいよね。逃げよ、これマジ危険だ。ほんとさ、敵の攻撃かわせないとさ終わるからね、このゲーム。いや、やばいやばいやばい、やぶねえ。なんか2人に攻撃が集中してくれて助かるわ。で、即死とかね。あ、バッケール立ちてよ。で、地下3階、ここはルーンワックスがあるみたいなんで、それは回収していきましょう。モンスター、え、ちょっと待って、なんでキングベヒーモスが出てくるの。まあいいや、やることは一緒。物理を上げて殴る。まあ、500取れば全然いいでしょう。700、300、ドッグだな。これで型をつける。1700とか。バーサクだよ、やっぱりバーサクも強い。古代の剣も強いけどバーサクも強い。重ねかけが効くからね。よし、剣レベルアップした。で、ルーンワックス、これをガイに装備させよう。よし、 OK。
いや、マジひどいわ、これ。モンスターの先制攻撃が一番きついよね。滝裏の黒魔導士見えんだけど、めちゃくちゃ親切だな。まあ、デス、バーサク、ヘイスト、フレア。フレア4万円とか4万円の価値ないよね。しかもさ、なんだっけ、あの、闘技場だっけ、手に入ったとこ。パンデモニウムじゃなくて、ちょっと忘れちゃった。パラメキアだったか忘れちゃったけど、手に入ったけどさ、今ここで仮に買ってももうレベルを上げる気力がないし。さようなら。で、こいつはなんでここにいるんだろう。超謎だよ。どうやって生きてきてるんだ。で、地下4階。ここは、イージスの盾、ホーリーランス、夜市の弓が欲しい。まあ、夜市の弓は、別に持ってるからいらないのに。出た！モルボルグレート4体の。これマジで終わるから。3人。ってことは、レオンハルト1人で逃げなきゃいけない。しかも逃げらんねえし、あ、逃げられた。ぶんねえ。こいつらがマジで危険。状態異常になる確率が高すぎるんだよ。てか 100% で状態異常になるからね。この扉、宝箱、イージスの盾。イージスの盾はちょっと効果を見よう。全ての状態異常を防ぎやすくなる伝説の盾。そうだね、これ装備しよう。一刀流でいこう。いや待って、だったらもともと盾を装備しているガイに装備させよう。頼むぞ。ドラゴンアーマー、ドラゴンアーマーはいらない。ホーリーランス、ホーリーランスはじゃあサンダースピアの代わりにレオンハルト。でここが夜市の弓。レッドドラゴンか。モンスターの先制攻撃率が高すぎる。勝てえなやっぱり。しかしバース300か。それでも300か。基本的にこれ魔法系が弱いからね。炎とか大して食らわないし、あとはバザクを重ねかけしていけば必然的にダメージは上がっていく。攻撃のが全然強いんだけど。1300とか2000、突然攻撃力上がんな。よっしゃ、剣レベルアップ。エルメスの靴で夜市の弓、飛び返らせよ。レイズで、あとはレイズ3だと300くらいか。だいぶハイポーション使ったけど。で地下5階、ここは守りの指輪だけ回収しておきますか。グリーントラゴン普通に出てくるな。そこそこ通るか。69、やっぱエクスカリバーが強いね。圧倒的に火力が違うもん。守りの指輪、指輪は重要なので装備させておきましょう。どうすかな。素早さが下がるけど、ここでいっか。地下6階、こっからパンデモニウムに行けますね。いや、左手が弱い。2人寝たか。まあ大丈夫、火力で押し切る。ヴァンパイアリティ若干硬いのか。このまま奥へ進んで、敵が多い。しかし片手一殺。吹雪16でもね、全然食らわないからね。ってことは16まで鍛えても大してダメージにならないってことだよね。よし、バーサクアップ。バーサクゴリ押しだな。8、バーサク16とかなんかどれくらい上がるんだろう。めちゃくちゃ攻撃力高くない？ 8 で全然使えるからね。竜巻13でしょ。で100ちょっとだもん。弱すぎでしょ。
で、ここに魔法陣があるんで飛びます。ここが地獄の城、パンデモニウム。パンデモニウム1回ダミアクイーンとか出てくるんだ。ゲッグアールがいる。最悪だ。こいつマジで異常だかんな。後ろにいるけど優先して倒そう。消えよ。いや危ね。これクアールがさ大量に出てきてさ、しかもさ先制攻撃食らったら確実に終わるよね。これなんだ、どっから行けばいいんだろう。デスライダーとかさ、またさ即死攻撃を持ってきそうな敵が出てきて勝ってんだけど。700、ゲッツ。2800とか、なんだこいつら。デスライダーの名にふさわしい強さだ。いきなり敵が強くなったの。しかも逃げてったし、一人1万5000も持ってるの。レイズ、ガイカ。で、これハイポーションめっちゃ使うな。一気にすげえ使ったんだけど、いけねえ。これは別に扉じゃないんだね。ミスリルゴーレム硬そう。それこそ古代の剣の出番かもしれんが、バーサクで押し切る。150300。よしよしよし、まあまあまあ、雑魚い。普通に階段乗って出たデスライダー。マンティスデビルとかいうのもいいな。いきなり難易度が高くなるよね。 FF1 なんてカオスがさ突然全然強い感じで出てきたけど、 FF2 も皇帝はめっちゃ強かった気がする。まあ、最悪ブラッドソードも頼むんで、倒せなかったらすいません。それでいきます。まあ、でもバーサク重ね掛けしていけば大丈夫だとは思うんで。めんどくせえ構造してんなここ。まあ、1体で出てくるんだったら、まあ、防御力だね。ラミアクイーンも1体。こいつねリボン落とすらしいんだけど、リボンがマジで欲しい。2回。おお、今リボン手に入れた。マリアが死んでしまったけど、これは誰に装備させるかって言ったら、まあ不良ニーズだね。ねじり鉢巻き力が下がるけど、リボン見よう。一応全ての属性に強く、状態異常を防ぎやすくなる。防ぎやすくなるっていうところかな。まあ、方法量めちゃくちゃ上がんだけど、ビーストデモン、また新しいやつが出てきた。柔らか、弱。3000ギル。3回。いや、このメンツマジで終わってんな。ちょっと待って、どうする。バーサクはでもかけておこう。クアールだな、危険すぎるこいつ。後ろだからダメージが通らねえ。頼む、レオハート、仕留めろ。寝るし、リボンつけてても寝るのかよ。ブラスター、あとはもうレオハート頼みだ。よし、よくかわした。ブラスター、ガイが復活した。危ねえ、マジ怖いこのメンバー。うおー、モンスターの先制攻撃。はい、死亡。押せ。こいつは柔らかいからなんとかなるはずだ。みたいだったらリボンが必中で
状態異常防いでくんないんだ。それ微妙だな。リボンの効果が弱い。そして4階、扉が4つあるけど、まずは左から2番目、そこに入って政宗を取りに行く。政宗ここじゃなかった、一番左か。まあ、ついでだからここの宝箱も開けてみましょうかね。あれ、ゾンビ暴言とかもうめんどくせえから逃げてたし。バーサル弱い、所詮は暴言か。源氏の小手見るだけ見よう。最強の防御力を誇る小手、眠りなど精神系の状態異常を防ぎやすくなる。ああそういう効果がついてんのはいいけどな。でこの柱のとこなんかうねうねしてるけど、ここがいける。で政宗、特にモンスターとかは出ない。レオンハルトに袖させるか。ディフェンダーから政宗、攻撃力190とかめちゃくせえな。フリオニールに袖させよう。でエクスカリバーをじゃあこっちに袖させよう。でサンブレードとサンダースピアだったらサンブレードの方が強いからこのままでいきましょう。出た鉄巨人、ぶっ倒していこう。せっかくだ。360、208、8、バーサムネ749、強い。そしてバーサム5800、死にそうだ。しかしマサムネの力何強い。レオンハルトエクスカリバーの力見せてやる。対して熟練度上がんないんだけど、攻撃回数がもっと増えてほしいんだよね。マジなんなんこいつ。では右から2番目、出たー。最悪、絶対死ぬ。ブラスター、いやいやもう人、おお逃げた。運が良かったな。一応リボン回収しとこう。リボンが絶対的な力を持ってるわけじゃないからね。アスタロート、何者だこいつ。まあいい、何者であろうと叩き潰すのみ。クソ、利き腕じゃない方が全然通らなくなってきたな。1700とかマジか。攻撃力が異常なんだけど、なんなんこいつらマジで。です、時間1400。もう一回バーサク、クラウド16。魔法はマジで弱い、マジクソだから魔法とか。魔法を使った時点でお前の負けだ。リーボ4階、どこだこの4階って。このまま進んでいけばいいだけか。ひたすら逃げる、逃げるのがいっちゃ早いから。基本高確率で逃げられるからね、多分素早さがそこそこある方だと思うんだけど。で7階に来るのか、いきなり。8階、9階、ここは左下。10階、ラストでエリクサー使おう。でハイポーションでとりあえず一旦全回復させて、中断セーブ取って、てかオートセーブがかかってるから大丈夫なんだけど、敵出んのかまだ。ブルードラゴン逃げられない、ひどい。
や、分かったよ。戦えってことだろ。望み通り貴様に死を与えてやる。このまま逃がしてくれればお前は死ぬこともなかったのに。どこでじゃあセーブ通るって話だよね。もう一歩、もう一歩行けっかな。まあいいや、ここで回復しちゃおう。クリオニールが全開じゃないの。よーし、皇帝戦。地獄の底までもたどり着くとは。偽りの正義とまやかしの愛を語る人間にこの地獄すら支配した私を倒すことはでき。でやることはエルメスの靴をまず使おう。攻撃回数はエルメスの靴で上げる。バーサフで、もう一個エルメスの靴があるんでレオハルト。まずはこれ、ヘイスト8か。まあいいでしょう。110とか攻撃力上げないと話にならん。バーサク、フレア16。いやフレアでもさ、まあ880には弱いよね。攻撃でいこう。63 1200。こっちは弱いわ。300も全然弱え。まだまだバーサクが必要だ。隕石、これは強いんじゃないか。そんなに強くなかった。まだバーサクいこう。で、まあ、最悪もう一気にエリクサで持っていけるかな。273出るようになったか。1300100、変わんねえ。レオハルトかな。1000くらい出してくれればよし。1000出るようになった。デステル最悪だ。マジか、やるじゃないか。バーサクをちょっとかけ直すか。あれどうなってる、なんかかかってね。2500とか。バーサクを打ち消すことはできなかったか。痛い。1500とか強すぎだろ。レイズもな、全然回復しねえかんな。どっちが早いかな。速攻でエリクサで回復させたかったんだけどな。1900とか。攻撃が一番強いんだけどこいつ。今はちょっとレオンハルトに頼むしかない。まあ、でもマタムネもかなり攻撃通るからね、通常状態でも。ブライン攻撃に転じよう。で一回バーサクはかけておきたい。でちょっと待って、こうするとフェニックスの方で回復するな。こいつバーサクは一回かけておく。で攻撃をする。殴られた。1700も回復されんだ。でフェニックスの王で一応エリクサーで回復しよう。1700くらいだったら耐えられてたんです。隕石、レオンハルトは死ぬか。ギリギリ死ぬな。バーサクをもう一回。フェニックスの方が少ないな。まあ、フェニックスの方もでもレイズでもそんな変わんないけどね。あ、倒した。ブラッドソードは使うまでもなく倒すことができました。まあ、バーサクだねやっぱり。主君昇馬。この私が敗れるとは信じられん。二度までもお前に
お前は一体何者？お前も一体何者だよ、マジで。うぼーという名台詞を残して死んでいった。終わった。さあ脱出しよう。簡単に言うな。どうやって脱出するんだ。一瞬で帰ってきた。これで本当に終わったのですね。っていうかさ、なんで俺が皇帝を倒したことをみんな知ってんの。皇帝が倒れた今、私たちを脅かすものは何もありません。ありがとうございます。カシュオンとフィンはこれからも力を合わせて国を再建していく。私も一国の主としてヒルダと協力していく。育児なしだった私を奮い立たせてくれたのも君たちだった。本当に感謝している。いや、お前もとんでもねえやつだよ。めちゃくちゃ役だったかんな。盗賊稼業もおしまい。次の標的はお前ら。俺金持ちなの？まあ、世界を救ったんだからそれなりの金一封は欲しいよね。海賊は楽しいよ。お前まだ海賊するつもりなの？やばい、一番かわいそうな人が出てきた。お父さんもきっと雲の上で喜んでるわ。王女様のところでお手伝いをして働くことにしたの。あ、働き口が見つかってよかったね。給料高くしてやってくれよ。こいつはマジでかわいそうだから。ヨゼフ、これから世界復興のために力を尽くそうと思います。感謝の言葉もありません。行っちゃった。やっと戦い終わった。平和な暮らしができる。兄さん、俺たちはもう昔には戻れない。なんで？兄さんを止めて。俺たちにはいろんなことがありすぎた。レオンハルトの言う通り、俺には止められない。今の俺には。けどいつの日かきっと。みんな死んでいったからな。さあ俺たちも行こう。これが本当の始まりだ。どこへ？長き戦いが今終わりを告げた。いや長かったね。皇帝もパンデモニウムも魔物たちも全てが跡形もなく消え去った。世界に平和が戻った。いやでも犠牲めちゃくちゃ多かったよね。半分以上の町が消滅したからな。総人口のどれくらいを失われたんだろう。治ってる、復興されている。というわけで、ファイナルファンタジー2これにて終了となります。まあ一応感想としてはまずエンカウント率がやっぱり高いっていうのと、後半の怒涛の状態異常攻撃、即死異常攻撃を防ぐ手立てがね全然ないっていうところがまあきつかったかな。あと多分補助魔法はやっぱりないとクリアに相当苦労すると思うんで、まあ、バーサク、今回ヘイストは大して使わなかったけど、バーサクでの火力上げとかやっぱりバフが重要になると思います。まあ本当に最終的に困ったら、まあ、古代の剣とブラッドソードに、まあ、頼るっていうのがいいと思うんですけれども、まあ、なかなかやっぱりね癖のあるゲームなんで、回数が上がらないっていうのがやっぱりきついところかな。要は一発でももらっちゃうともうそこで即死が入っちゃうんで、クアルはそれが異常だよね。あと魔法が弱すぎる。攻撃魔法を全く使う機会がないんで、あのファミコン版と違って上がったステータスは多分下がらないんで、
まあ、攻撃は魔法じゃなくて普通に、まあ、弓とか、まあ、使っていった方がいいかなというところです。まあ、また何かあればちょっとまとめて、動画とかにも出せればと思ってます。というわけでとりあえず FF2 はこれにて終了となりますので、次回からはファイナルファンタジー3の方をやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。